はい、今回の動画は、JR 桑名駅の方にやってまいりました。近鉄の桑名駅とも一緒になっております。今回はですね、日本でここだけという、踏切の方を見に行きたいと思います。はい、到着しました。この踏切になります。もうてっちゃんの間では有名ですよね。3種類の線路幅の線路がですね、同じ踏切にあるというところでございます。まずは、三義鉄道北西線、線路幅が762ミリ。こちらは、上木方面になります。そして中央にある、のが JR ですね。 JR 関西本線、線路幅が、1067ミリ。こちらは大阪方面になります。そして最後に渡るところが近鉄線、近鉄名古屋本線です。線路幅が1435ミリ、新幹線と同じです。こちらが大阪方面になります。ということで渡ってまいりました。それでは引き返してみましょう。おっと、タイミングよく踏切が鳴り出しました。では、通過する電車を見ていきましょう。こちらは近鉄線ですね。近鉄線の、名古屋方面の方へ、電車が通過いたします。はい、踏切が開いたんですけれども、JR 側の方も、踏切が閉まっております。踏切中央に対象がありますね。はい、JR は行ったんですけれども、奥の北西線も来るようです。はい、いかがだったでしょうか。最後は偶然にも3車の車両に遭遇することができました。西桑名第2号踏切を紹介いたしました。では次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。